マリオ・ベネデッティ、マリオ・ベネデッティは、ウルグアイのジャーナリスト、小説家、詩人である。英語圏ではあまり知られていないが、スペイン語圏では20世紀のラテンアメリカで最も重要な作家の一人と考えられている。タクアレン語圏のパソで、ロストロスで生まれた。1946年に、ルスロペス・アレグレと結婚。 軍事独裁政権下にあった1973年から1985年まで、ブエノスアイレス、リマ、ハバナ、スペインに亡命した。民主制が復活すると、モンテビデオとマドリードでの生活を始めた。ウルグアイのリパブリック大学とスペインのアリカンテ大学、バリアドリット大学から名誉博士号を取得。1986年には、 ロリアット・オブ・ザ・インターナショナル・ボテブ・プライズを受賞した。2005年6月7日には、プレミオ・メネンデス・ワイ・ペライの受賞者に選ばれた。彼は1992年のアルゼンチン、映画ザ・ダーク・サイド・オブ・ザ・ハートの中で、自身の死のいくつかをドイツ語で朗読している。2006年1月26日、ベネデッティは、ガブリエル・ガルシア・マルケス、エルネスト・サバト、エドアルド・ガレアーの カルロス・モン・シヴァイス、パブロ・アルマンド・フェルナンデス、ホルヘ・エンリケ・アドームらと共に、プエルトリコの独立を求める運動に名を連ねた。プエルトリコの独立の活動は、プエルトリコ独立党に引き継がれた。彼は2009年5月17日に、モンテビデオで死去した。彼は1年以上、呼吸器疾患と腸の疾患に苦しんでいた。死の直前、彼は、 秘書のアリエル・シルバに対する口述で、次のような最後の詩を残した。ミビーダ・ヘクタール・シド・コモーナ・ファース・サミ・アルテ・ヘクタール、カンシュスティード・エンクエスタ・ノーセノ・タラ・デ・マシアード・エイチー、シド・コモーン・ラビタド・イエヌ・ラベ・ヘス・エル・ブリロ、マロン・デ・ロース・アスレホス・ハマス・セ・セパロ・デ・ミピエル・ベネデッティの詩や小説に対して、多くの国際的な賞が贈られた。 1960年に最初に出版されたザ・トルースは19カ国語に訳され2つの映画の原作となった。ありがとうございます。